地方公務員の手当が話題になってますが、公務員に限らず世の中には様々な手当があります。そこで皆さんもユニークな手当を考えてみましょうというのが問題です。まずは仕事の内容を述べてください。で、私は何ですかと聞きます。そこで答えてください。はい、歌丸さん、早い、どうぞ。はい、短気な円楽師匠の付き人に払われます。何ですか？爆発物取扱手当。山田君、岡丸さんの3枚持ってきてるな。当たっちゃったよ。こんな、俺は大変だったんだから。なこんな気の長い人間を何という。顔も長いじゃねえかな。山田君、全部持っていける。